ナショナルフググラフィックに登場し、かっこいいと褒めていただけたすぼむさん。ある日、いつものように健康観察をしていると、胸びれの先っぽが白くなっていることに気づき、急いで薬浴を開始しました。幸いまだそんなに進行していない様子だったので、早めの治療で大ごとにならないようにしたいと思います。本人もいつも通りのテンションだったので、気力も体力も大丈夫そうです。じっくり観察すると、やっぱりヒレが白いですね。スポムさんは我が家にやってきた時からもともと左の胸ヒレに大きな欠損があるので、これ以上ヒレを失うことは絶対に避けてあげたいです。ちょっと粘膜も出てる気がして心配です。今回は治療にメチレンブルーを使用します。ミウルスの治療に関する記録はネットを検索してもほとんど出てこないので、正直薬を使うのはとても怖かったです。数日後、無事に完治しました。ほっと一安心です。おぐされ病になった原因ですが、温度は一定に保たれていたので、温度変化ではないと思われます。ただ、水ミミズを見かけたので、ろ過装置や底砂に問題があったかもしれません。ろ過装置は問題発覚後、すぐに掃除して PSB を添加しました。底砂の掃除は砂ごと排水しちゃって、すぼむが潜れるほどの砂がなくなってしまうので、自分でももっといい管理方法がないかなと探っているところでした。新しい作戦を立てて、すぼむ水槽をバージョンアップしたいと思います。